洋菓子コーナーの取材を行いました、今回はラレーヌさん、ブドウの木&鎌倉座さん、シュガーローゼさん、西洋菓子周五郎さんのこの4店舗を取材してきました。そちらの映像をご覧ください。お願いします。それでは、1階の展示場洋菓子のコーナーから、すいません、まず高円寺の駅南口にあります。でおへんちょっとこう商品の紹介だけしていただければ嬉しいんですが、本日の商品の紹介、ラレーヌさんの紹介をお願いいたします。ふわふわのカステラ風に焼き上げた王妃のロールという商品で1050円でお売りしております。はい、でここの店の看板商品ですよね。そうですね、はい、週刊文春におととしぐらいに第1位になりまして、先週出た週刊文春で第3位にさせていただきました、はい、おすすめ商品だそうですが完売してしまって、この後はどうなりますか。この後また入荷して、はい、お売りします。王妃のロール今完売ですけれども、今まもなくこちらのお店に届くそうです。でこのお店は寄り道したくなるケーキ屋さんっていう、なんかタイプ。そうですね、はい、高円寺の駅の南口に、つい最近ですよね、できたのは。そうです、3年半前ぐらいですね、はい、いつもオレンジ色がテーマカラーのようで。そうですね、はい、オレンジと白を基調としております。はい、そのラレーヌさんからお届けいたしました。ラレーヌさんのお店の位置なんですけれども、JR の高円寺駅の南口から歩いて4分ほどのところにございます、王妃のロール、王妃のプリンで有名です。今王妃のロールは完売ですけれども、まもなくお店に到着いたします。どうぞ皆さんお越しください。ありがとうございました。こんにちは。こちらはパール商店街の中ほどにありますブドウの木エンド鎌倉座さんです。ネットテレビなんですけども、よろしくお願いいたします。本日 の、 おすすめ商品をちょっとご紹介ください。はい、かしこまりました、はい、今ですねこちら東京駅や羽田空港でも大人気のシリアルスイーツ、シュガーバターの木というものがございまして、全粒粉を焼き上げたお菓子なんですけども、
こちらの生地にシュガーとバターを染み込ませた生地になってまして、こちらホワイトチョコレートがとても相性のいいお菓子となってますので、このように中にチョコレートを挟んだものや、あとこちらですね、上からショコラをコーティングしたものというふうに全部で3種類、ご用意してまして、まあ、駅でも大人気のお土産としてご利用いただいてますね。うちでも買って食べました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、皆さん結構もうご存知の上で、こういったシュガーバターの木を手に取っていただいて、お買い求めていただいてるんですけども、皆さんこう手に渡ってお友達からいただいたというふうにおっしゃっていただけるお客様も いらっしゃいまして、すごい人気のお菓子になっておりますね。今日そんなお客様いらっしゃいましたか？いらっしゃいました。はい、実は友人にいただいたんですとか、お土産でいただいたんですみたいな形でおっしゃっていただくととても嬉しく思いますね。はい、よかったですね。このお店は夏の七夕飾りの時にも、はい、お店あげて七夕 の、 飾り付けをするお店ですよね。あ、そうですね、去年も大きいリラックマのハリボテですかねをやらせていただいたんですけども、七夕祭りにもこういった外で売り出ししておりますので、ぜひ来ていただきたいと思っております。はい、ました。パール商店街の阿佐ヶ谷駅から、400メートルくらいですかね、歩いたところにありますお店です。徒歩7分くらいのところにあります。今人気の商品を紹介していただきましたシュガーバターサンドのほか、その他クリアキーも、それから麦粉、きな粉、サクサクとしたクッキーですかね、そしてかの有名な、これは東京の大土産になります東京バナナなど、そしてチョコレートもございます。ぶどうの木さんからお届けいたしました。ありがとうございました。よかったら召し上がってください。こんにちは。今大丈夫ですか？すいません。試食。はい。バニラのシフォンです。はい。もう何度もいただいてます。ありがとうございます。こちらのお店はシフォンでもかなり有名なお店で、それから大型のジャンボの、非常にクリーミーなクリームが入ったシュークリームなどでも有名なんですが、本日のおすすめをお願いいたします。そうですね。今日はやはりジャンボのシュークリーム皆さん結構お求めいただいて、また商品を追加したような状態なんですね。はい、あとはこちらやはり召し上がっていただくと美味しさは分かっていただけるんで、皆さんシフォンの方もお求めいただいてます。はい、こちらでは材料にも非常にこだわっていらっしゃって、卵も独特なとこの地方のを使ってるんです。はい、奥久慈卵ですね。はい、使ってます。そこは今回の災害大丈夫だったんですか？ちょっとその辺は詳しく聞いてないんですけども、ですよね。はい、フルーツなども非常にフレッシュなものをたくさん使っていらっしゃいますよね。そうですね、うちは生のいちごとかフルーツを使うのが特徴なので、はい、今日もレアチーズカップの方にいちごをふんだんに使って用意しました。はい、お店の飾り付けも非常に可愛らしくって、結構若い子たちに人気ですよね。そうですね、オーナーのこだわりで、はいはい、本日外のイートインコーナーもこちらのお店の協力でやっていただいているということで。そうですね、コーヒーをお出ししているようで、はい、そのコーヒーもうちのお店で飲んでいただけるコーヒーになってますので、はい、イートインができるのは北口の方でした。パールセンター中杉通りの方にで、はい、召し上がっていただきます。はい、阿佐ヶ谷駅の南口から徒歩4分のところにありますシュガーローゼさん、こだわりの食材をたくさん使って焼き上げた、パンとそれからケーキなどのスイーツのお店です。どうもありがとうございました。これは今大丈夫ですか？高円寺の、南口
高円寺駅から歩いて、数分のところにあります、あの西洋菓子周五郎というお店です。名のごとく作家の名前から取ったお店なんですけれども、独特なオリジナルの高い商品を扱っています。こんにちは、すいませんまずお店のこのお名前からちょっと、西洋菓子周五郎と申します。この名前はあの作家の名前ですよね。あ、はい、あの山本周五郎が好きで、そちらの方からお名前をいただきましたで、あの猫にこだわった、あの猫の形をした一種類のケーキを扱っているわけですよね。あ、いや、あの、お店ではあの洋菓子もケーキも作ってるんですけれども、今回はあのこの夢猫をあの新しいお菓子ですので出させていただきました。あの非常にもなかとも違い、あのとてもこう食感が楽しいお菓子ですよね。ありがとうございます。あのこの猫の形を作るのに大変苦労しまして、あのようやくできたお菓子なんですけれども、あの見た目と違って中身は全く洋菓子になっておりますので、5つの味はあの楽しんでいただけるので、あのまず召し上がってみていただくと分かる食感なんですけれどもそうです、本当にあのこれ食べるとびっくりします。あのモナカかなと思って一口食べると、モナカではなく、その中に入っているあのあんというか、あのチョコレート、キャラメルですね、ナッツがいっぱい入ったキャラメル、その味が何とも言えないものなんですが、また猫の形も可愛らしい、結構皆さん人気じゃないですか。あのありがとうございます。あの猫好きの方はもちろん、あの、まあ、あの形一体 どんなお菓子なのかしらという感じで、あの皆さん手に取ってくださっております。あの猫のこうソフトな感じが出ていて、あのとても柔らかいイメージを持ったお菓子で、色もカラフルで5色くらいあります。あの5色お味が全部違いますので、あのバニラとお醤油とフランバーズとチョコレートとシナモンという味で、あの色違いで出しております。高円寺駅から南口なんですけれども、そこにあります、西洋菓子周五郎さんからお届けいたしました。まだあのたくさんのお客様は見えておりますが、どうぞ周五郎にもお寄りください。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは